ごきげんようです。今回も川銀360ということになります。前回静止画の 8K ということで動画を上げたんですけど、ちょっとね、私 の編集環境のせいもあると思うんですけど、納得できない部分がありまして、360度のいろいろ制作について、自分なりに追い込もうと思っているところです。で、この撮影している場所なんですけども、安曇野市 の北アルプスの山裾にあるですね、穂高になるんですけれども、栗尾山の万願寺というお寺になります。この万願寺はですね、最近でこそツツジのね園庭があるので、名所ということで知られているんですが、実はですね、非常に歴史のある古刹になります。確かに私も随分以前に2度ほど訪れたことがあります、ツツジを見にですね。ところが最近、実は市のですね、豊島という私の地元の郷土資料館で開かれた古地図ですね、江戸時代もしくはそれ以前の古地図を見る講演会がありまして、非常に古い時代からこの栗尾山の万願寺というのはその古地図に出ているわけですね。この栗尾山の万願寺と、それからもうちょっと穂高の北側の山裾にある松尾寺というお寺があるんですけども、この2つはですね、万願寺まであと何里とか、古い石塔がですね、石碑といいますかね、安曇野の各地に残っているんですね。そしてその時代のですね、松本藩主を中心とした武家社会でもですね、こちらの万願寺、松尾寺は厚く信奉されたということになっているようです。その一方、面白いことにですね、前々回360動画でご紹介した穂高神社ですね、現在誰もがですね、安曇野の鎮守一宮ということで疑いもない穂高神社がですね、古地図にはほとんど出てこないんですね。歴史というのは面白いですよね。その時にはすでに終わったこと、定着したことだと思われていたことがですね、時代が経つにつれて、実はどん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 やっぱり変容していくということが分かりますね。川端の地蔵堂から10分ほど登りまして、やっと山門が見えてきました。私はこの表参道を歩いて登ってるわけですけども、先ほど川にかかっていたお京橋ですね、屋根のついた随分手前の方から、実は車が上がれる道がですね、万願寺 の本堂栗の横にまで上がっておりますので、まあそうですね、結構こういう感じですので、もう足腰がねちょっと弱った方はなかなかこの参道ですね、境内まで登っていくのは大変かなと。参道を向かって右側の開けて見える場所ですね、あそこら辺がツツジ園になります。当然この季節ですので、全く花は咲いておりません。はい、境内手前の手水場が見えてきました。
こちらが信濃荒野と呼ばれ、木曽義仲が山林を寄進したという古文書が残る栗尾山の満願寺、真言宗の古刹になります。参道を登っている最中にも感じていましたが、境内にも全く人の気配はありません。奥の院への石段でしょうか、立ち入り禁止になっています。この日はこの満願寺の後、松王寺と有明山のふもとの有明山神社を訪れました。重い360度動画ですのでね、それはまた別な動画に分けたいと思います。なかなかトレンド化には遠い360度 VR 動画ですけれども、懲りずにぼちぼち上げていきます。さて、本日もご視聴ありがとうございました。